今日のいよいよメインイベント60分3本勝負超満員の相模原市総合体育館わきわいております。これから両チームが登場してまいります。今日のこの相模原市立総合体育館、少年ファンが多くて、とにかくあの通路にですね、選手を待ち構えてましてね、選手がリング上に登場するのが大変です。すでに音楽が鳴っております。ご覧ください、デビル雅美の登場だ。さあ山田久美子さん、デビル雅美が出てまいりました。ご覧のように三手の面、手には木刀を持っての登場であります。すごい、かっこいいね。紫はデビルカラー、今日もまた紫のガウンをつけております。デビル雅美、そして後ろに従っておりますのがダンプ松本、日々凶悪さを増しておりますダンプ松本。また今日はね、素晴らしいというか、すごいというか、迫力のあるメイキャップで登場。山田久美子さんも思わず見とれてますね。すごいね。ご覧ください、長与千草選手はもう出てくる時から喧嘩腰という感じであります。まず長与千草が、そしてバイオネスアスカ選手ですが、まだ長与すごいですね。いきなりあの長与がですね、すごいね、ちょっとダンプ松本とねやり合ってます。さあ今日のメインイベント60分3本勝負、藤井エリグアナウンサー選手の紹介です。人気今や絶頂です、長与千草。ファスク115パンド、ライオネスアスカ、ブルームのガンはライオネスアスカ。テープが待っております、相模原市総合体育館。118パンド、ダンプ松本。不気味な感じのダンプ松本。ファスク150パンド、デビル雅美。今日はまた厳しい表情です、デビル雅美。デビル阿部志郎、まあこれだけあのクラッシュギャルズにね、声援とそれからテープが舞いますとね、やはりデビル、そして松本としては面白くありません。まあ、今あのクラッシュギャルズがこのテープでも分かるように、鶴太郎さん、邦子さん大変な人気でしてね、とにかくあの若い少年少女のファンがついてるんですよね。はい、スリムですね、2人ともね。空手技をね得意としてるんですよ。ですからあの空手技が出るときはですね、大体勝負がつくとこう言われてましてね、今日は一つ胸のスカッとする空手技を出してもらいたいんですが、相手が相手でしてね、そうですね。そんな形でどういうことになるか、試合が始まった。いきなりね、これはあの2人で攻撃をやってましてね、ちょっと反則なんですけども、レフリーとしては止めようがありません。そしてレフリーが阿部志郎であります。阿部志郎ということになりますと、ちょっと宮本さん嫌な思い出が ねありましたですね。問題がありますね。はい、静岡でした。そうですね。とにかく一方的にね、あの一方のチームにつきましてね、はい、徹底的にエコひいきをするというレフリーで、まあ、これはあのフジテレビの方にも大変なお叱りの電話をいただきました。確かコミッショナーから相当長い間出場を停止していますか、試合のレフリーをやっちゃいかんということで ね、しばらく試合を遠ざかっておりました、阿部志郎レフリーが心を入れ替えまして、今日はリングに登場しております。一つ公正なフェアなレフリングをお願いしたいものです。さあ塩野さん、はいはい、上田コミッショナーいらっしゃいます、ちょっとお話を伺っていますね、はい、お願いします。はい、今日のレフリー阿部志郎レフリーですね、あのペナルティの方はどういう形だったんですか。1月18日の試合の後テレビを見ましてですね、非常にあの構成を書いたレフリーだったので1ヶ月間の出場停止処分にしました。今日やっとまとめまして、再登場ということで、今日もしレフリーが悪かったらそのまま追放ということもあるでしょう、もっと長期の出場停止処分もあると思います。
塩野さん、はい、お分かりいただきましたでしょうか。厳しいですけどね、はい、しかしまあこういった格闘技ですからね、レフリーが興奮してね、一方をもう徹底的にかばうというのは決してよくありません。まあ、あのファンの皆さんも大変な怒りようでした。さて今日はライオネスアスカ長代千草対するデビルマサミ、そしてダンプ松本、60分3本勝負、大変なタッグマッチを迎えております。この辺りの反則攻撃というんでしょうか、うまいもんですね。そうですね、どうにったもんですね、迫力があります。もうああなりますと確かに反則もテクニックの一つ。まあ、しかしクラッシュギャルズもこういうあのいろんな選手がいるわけですからね、はいはい、こういう、まあ、反則使いといいますか、こういうのを相手にしてもね、一歩も引かないというような、そういうやっぱりタッグチームになってほしいですよね。でも2人とも息がいいですね。息がいいでしょ、はい、今年1年大きな目標はクラッシュギャルズとしてはやはり 3AA のタッグチャンピオンベルトということになります。しかしこの 3AA のタッグチャンピオンベルトを手に入れるためには、確かに宮本さんが今ね、言ったようにいろんな相手と、こういったタッグ戦でコンビを組んでね、とにかく負けないような強烈なあの推進力というんでしょうか、こういうものを身につけないことには簡単なあの 3AA の世界チャンピオンのチャンピオンベルトは手に入ってきません。そうですね、塩野さん、はい、またあのファンクラブの方もね、増えました。はい、友とゆかりの師匠となみも皆さんご存知ですけれどもね、はい、クラッシュギャルズ、その名前を取りましたファンクラブ、はい、さらにですね、東京の方でもまだ名前がついていないんですけれども、ね、はいはい、ファンクラブができています。あ、そうですか。松本、おー、りやりましたですね、得意の空手は立てました。さあ、今度はどうか、聖剣でいった、綺麗にカウンターになって入っております。そして今、ライオネスアスカにタッチであります。さあ、ライオネスアスカ行きました、エルボーを見せました。いけいけ。さあ、ダンプ松本、クラッシュギャルズの速攻を浴びております。そして結果、見事なキックであります。ライオネスアスカ、深いところ鮮やかに決まりました。そして今、95キロを持ち上げました。上からカウントが入るが、出てまいりましたのはデビルマサミであります。もちろんこれは反則です。今安倍志郎レフリーがやや弱々しく注意を切っております。さあ今度はアーテルボーダ、綺麗に肩に決まりました。長いおちぐさロープに振ってどうするかと逆に食ってしまいました。こういった技は何回も続きません。やはり体重がものを言います。今度はデビルどうか、場外に、あ、場外戦を仕掛けました。さあ場外戦を仕掛けました。どうなるかっと、ダンプが鳴っている。そしてまたダンプが鳴っております。場外戦で長代チグサ、そしてライオネスがアスカやられました。痛くない痛くない痛くないと、鶴太郎さんと久美子さんは立ち上がったまんま、頑張れ、頑張れ頑張れ、声援を送りますか。デビルこっち見た、デビルに怒られましたよ。気をつけてくださいよ。早かったですね、今は一括されました。デビル頑張れ。いやいや、もう遅いですよ、はい、もう時すでに遅し。今長代千草入りました。しかしすぐにデビルに捕まっております。あっと、クリスに行きました、ネッカンニング。さあ今度はダンプが出てまいりました。ダンプは肉肉しいです ね、特に今日はあのメイキャップがいつも使いますね、ダンプのね、すごいメイキャップ、本当にデビルと、そういった感じがいたします。ダンプ松本、デビルがあのいつもとですね、ちょっとあの今日はやはり感じが違うというんでしょうか、クラスギャルズに対しては徹底的にやっつけてやろうというようなね、あのファイトが表面に出てますよね。そうですね、最近はね、どちらかというと貫禄十分にやや自分を抑えるようにして試合をやっておりましたデビルマサミでありますが、今日は違います。まあとにかくこれだけ反則をやられて、しかもややあのレフリーの方もですね、やはりデビル側という感じがしないでもありません。
特に長代千草ライオネスアスカの方はどちらかというと阿部志郎レフリーの方に気を取られております。何かあの不公正なレフリングがあるんじゃないか、そういった感じで、疑心暗鬼で試合をやっております。これがよくなっております。トラリアートいった強烈ではあります。ダンプ松本さあもう一回行くか、ロープに振って危ないぞ、きっと曲がった。今なんかではあの腕の方を警戒してましたし ね、完全に鮮やかにキックか、こういった技はダンプ松本なかなかあの味なことをしますね。クラッシュギャルズピンチですね、ピンチですね。おっとデビルマサミ今トリガンロープに上がって、これも空振りであります。お互いに失敗しました。さあデビルがいった、買い上げたバックブリーカー、綺麗に決まってます。頑張れ。あっとそしてあ久しぶりの釣り天井でしょうか、ロメロスペシャルに行こうとしております。さあ釣り天井の体勢に入った、釣り天井だ、どうか持ち上がりません、簡単に持ち上がりません。今入りました、釣り天井、これはギブアップか、あっとちょっと膝を痛めている、危ない危ない、ゴングの要請、ゴング、両膝を痛めておりましたライオネスアスカ、釣り天井ロメロスペシャル見事に決まりました。必殺のロメロスペシャル、いやこれはどうしようもありませんでした。セブンの方セブンで、ご覧のようにリング上4人の選手、60分3本勝負、今日のメインイベントが戦われております相模原市立総合体育館。さあまず1本を先中いたしました。もう完全に腰が狙ってますね。完全に腰行かれてますでしょう。頑張れ、ちょっとねこれは早くタッチしないと。そうですね、あっという間ストレートですよ、危なくなってしまいました。あっとまた背中を打って膝を打ちました。ここでダンプ松本にタッチいたしました。ダンプあっと何か出そうとした。あっと攻撃だ強攻撃であります。今のあの戦力かなんかですね、ちょっと落としてしまいました。胸元から出しましてね、サッと中身入れました。あーっとしかしキック攻撃を受けました長代千草、ライオンのサーストは場外に。さあ危ないですね、クラッシュギャルズ大ピンチだ。あーっとまた狂気を出しました。鉄製の小さな狂気剣抜きであります。デビルマサミが怒ってますよ。はい、デビルマサミがね狂気を掴んだということでね盛んに怒ってますね。今あのマスコト優が受け取りましたでしょ。何かあのちょっとこの辺りはそうです、ね、コンビネーションが悪いと言いますかね、ちょっと仲間割れの気がする、ね、仲間割れしてますよね完全にね、まあ、あのデビルとしては狂気を使う時代は自分としては終わったと、そうでしょうね、自分の人芸も終わったという誇りがあるんでしょうね、ところがダンプ松本マスクというというのはもう何をしてもいいというんで、いよいよ恐怖攻撃エスカレートしております。デビルがあの集中してできなくなりますね、そうですね。あーっと今ロープに首をかけました、まあ、こういった反則攻撃で十分だというのがデビルマサミの考えであります。さあ場外に押してまいりました、放送席です、放送席、投げられました。さあ場外戦になった、場外戦になった、強いな、放送席の前で、あっ、来た、ダブダブダブ、あぶらぶらぶら、あ、ダブダブ、うわ、いやすごい場外戦になりました。あっと今度はダンプとデビルがやり寄っております。どうしたんでしょうか、これは仲間割れ、完全な仲間割れであります。とうとう仲間割れになった、マスクドユーも出てまいりました。一体どうなってるんでしょうか、一体どうなったのか、デビルとご覧のように松本がやっております。考えられません、頑張れ完全に仲間割れ、完全に仲間割れ、いやデビルマサミと何かあのダンプ松本のですね溝は私たちが思ってる以上に深いようですね。塩野さん、はいはい、デビルマサミ選手はそれからですね、反則負けをですね、取られることも嫌ってるみたいですね。そうですか、そういった意味もあるみたいですね。なんか鎖でしたよ、鎖、鎖でしょ、今ね鎖をですねダンプ松本は持ってるんですけども、デビルマサミ選手としてはこれに大いに反対して、あーっとクラッシュギャルズいった、ここはチャンスだ。さあカウントが入った、しかし鎖でここはデビルマサミ救われました。
阿部志郎レフリーが注意。しかしデビル正美としてはダンプ松本に注意を与えております。大丈夫だということなんでしょう。今度はライオネスアスカ行った。あー久しぶり。さあ久しぶりがために行っております。グッと重心を落としました。しかしダンプ松本が入ろーとまた行った。さあ2人で外に行きました。クラッシュギャルズ2人で行っている。同じような体勢になった。しかし今度出てまいりましたのはマスクド優だ。マスクド優が出てまいりました。鎖を持って登場。ところを構わず叩きつけております。マスクド優勝負になりません。試合になりません。こうなりますと試合になりません。さあ今デビル正美からダンプ松本にタッチされました。そしておっとマスクドユーが出てますね。そうですね、デビルが出てますね、はい、ちょっとデビルはちょっと怒ってますね。出てますね。しかしこうしてみますとデビル正美のですねマスクドユーとダンプ松本に対する持ち動力というか権威っていうのは失墜してますね。そうですね、完全に無視されましたね、はい、さあクラッシュギャルズ危なくなりました。塩野さん懸命にこらえた。はい、塩野さん、上田コミッショナーはですね、はい、盛んにレフリーにですね、声をかけるんですがね、はい、全然気づきませんね。あ、そうですか、はい、さあクラッシュギャルズ行ったと思い切って高いところから今ラリアートみたいな攻撃を出しました。さあどうかロープに振ってあっと2人で育った。見事な回し蹴り決まった。さあここはチャンスだ。100キロを持ち上げるかどうか。ロープにかけて、さあこれからどうするか。2人攻撃であります。危ない攻撃だ。今デビルが入ろうとしている。あっとあこれは素晴らしい。ラックドロップを出し戻したカウントが入ってしまった。自分の体重で参った。ダンプ松本参った。いち早く今マスクドユーは駆けつけました。一本一本になりました。いやデビルは面白くないはずですよ ね、今ね松本のところに駆け寄ったのはね新人の中野とそれからマスクドユーでしょ。デビル正美はね知らんぷりしてましたよ。そうですね、デビルのやられがちはなんか自分一人でやった方がいいって感じじゃないでしょうか、面白くありません。コンビは組んでるんですけども松本が言うことを聞きません。さあ一本一本から決勝の3本目、3本目に入りますが、さあどうか。ダンプ松本出るか。ダンプ松本、ああ今出てまいりました。今デビル正美としてはですね絶対に、凶器は使うなということでマスクユーに厳しく注意を与えました。さあ3本目始まりました。何か館内は騒然としておりまして、今ライオネスアスカ18番のジャイアンツウィングに入りました。ジャイアンツウィングに入りました。さあ上からいった。バケツ攻撃だ。バケツが出た。その点にいった。デビル横でデビル横だ。とこれを止めるのがデビル正美。デビルが止めた。デビルが止めた。デビル怒った。デビルが怒った。デビル怒った。いやいやいや、デビルが怒った。マスクドユーを投げました。さあデビル正美が今度はライオネスアスカヘッドバットであります。そして長与千草ヘッドバット。バケツじゃなくてこれで十分だというところを見つけるんでしょう。なるほどね。塩野さん、はい、デビルと同じようにですね、上田コミッショナーもですね、レフリーに対しまして、はい、狂気を絶対に使わせるなと、なるほど、こういう注意を再三送っています。はいはい、今日は私にもですね、上田コミッショナーはもう狂気攻撃、こういったものは絶対に女子プロからなくさなきゃいかんということを強調してました。さあちょっとクラッシュギャルズピンチになりました。ダンプ松本、あーっと怒った。ライオネスアスカマイクを掴んで怒った。度重なる強攻撃。ライオネスアスカが今マイクを持って怒っている。阿部志郎レフリーに対して強烈な抗議を、マイクを持って行いました。頭の持って、あースパナですか。そうですね、スパナが出ました。最近はすごいですね。チェーンを使い、スパナを使い、そして栓抜きを使い、バケツを使い、ありとあらゆる凶器を使います。ダンプ松本、さあマスクユーが出てまいりました。デビルの正美はもう完全にですねクラッシュギャルズよりもダンプ松本と、あマスクのユーがキックだ、どうしたんでしょうか。デビル軍団はもう完全に乱れ切っております。何やろ、わけわかんない。デビルの正美の剣に失墜。
ご覧のようにデビル軍団は完全に分裂。今度はデビルが木刀を持って、なんとクラッシュギャルズではありません、おダンプと、それからマスクのユーに向かっていきます。完全にデビル軍団は分裂しました。とデビルがやられる、デビルがやられます。積もり積もっておりました軍団内部の不審が今やリング上で爆発しようとしております。いやしかし思っていた以上リードが深かったようです。デビルが今ダンプ松本、そしてマスクド U を木刀で、一方のダンプ松本は今度は阿部史郎レフリーを鎖攻撃であります。ちょうど今放送席の前では上田晋司コミッショナーをめぐりまして、また一波乱ありますね。これはもう完全にあの松本とそれから、マスクド U というのはデビル軍団を離れてますもんね、これでもう完全に分裂というんですよね、はい、分裂になりましたですね、塩野さん、なんか一言ありますね、はいはい、デビルにちょっと聞いてみたいですね。今の試合は、自分の記憶が使いたくなかったんですが、デビル軍団の党として松本と松戸優は私のこれからの意向には反しますので、これでデビル軍団を解散したいと思います。デビル軍団解散を今デビルの神マイクを持って場内に宣言しました。デビル一人で、なるほどね、おー、何か今日のデビルの戦いぶり、今一つねおかしいところがありましたが、胸中深くデビル、そして一本立ちということになるわけですか、これで。そうですね、ね、そして改めてクラッシュギャルズをね潰していきたいとこういうふうに言ってるんですけども、さあ全日本女子プロレスも何かの内部闘争が激しくなってまいりました。とりあえずあのデビル軍団解散ですか、小早川さん。あの山崎選手がですね、はい。